リュウハル春林は、新末民発の官僚、中国史上最後の上限。字は、ウルうごと、号は赤雲。1904年に実施された、中国史上最後の下挙において、更新化上限となった。その後管理委員、おさむセンに任じられ、研究員として、日本に派遣された。1907年に帰国し、直令法制学校被査下長。 北洋女子師範学校監督等を歴任する。1911年に侵害革命が発生すると一時陰性するものの、後に北洋政府の大総統に就任した遠征外に招致されて、総統府内市に1917年には中央農事試験場の所長に就任している。女性省、総根の時代には総統府秘書を務め、後に 直霊省教育監督、直霊自治準備所所長を務めた。1928年に引退、上海や北京で寄生を送っている。1944年に、心臓病により死去、去年73。1904年の電子における上限は、関東省出身の首南自治であったが、太平天国の高州前母術政変の高位及び両慶長 新害革命の孫文らが、関東出身であったことから、関東出身者は、反乱を好むとの俗説が生まれ、また、陳が、人、同時であったことからこれを聞い、さらに、当時干ばつに見舞われていたことから、林、宿の字を好み、最終的に直霊省出身の、劉春林が上限に選ばれ、主南寺陳は、第三位の傍願とされた。ありがとうございます。